民族優勢説の危険、ニトベイナゾウ。右に述べた歴史の長短と連想されて起こる問題は、ヤマト民族の立場である。我々が新聞や演説に常に天孫民族ということを聞くは、あたかも排外的アメリカ人がアングロサクソン民族とかノールディックとかを振り回すように、 耳障りとなるほど多いのである。果たして山和民族という純粋な民族があったかすら未だはっきりせぬ。各呼びなすごとき民族は政治上の目的のために作った一種の仮想団であるならば、その用いどころを選ばねばただに効果が少ないのみならず、かえって弊害あるを恐る。 アメリカ人がハンドレッドペルセントアメリカ人と言えるに対し、他方民は大分反感を抱いている。今こそアングロサクソンは景気が良いから、かかる人種が実際に現存していることを信じたいものがたくさんあるが、研究の結果、どれほど核のごとき純粋の人種があるか、その道の人は大いにこれを疑っている。しかるに、すべて火出たものは、 アングロサクソンなりと言うに至っては、報復絶当の至りである。一体イギリスの国土にアングルス人種がどれほどいたかと尋ねたら、その数たる花だ少なく、またイギリスにおいて優位、あるいは有名な人々を列挙して、その中にアングルス人種に属する者が何人あるかといえば、その割合の両領たるには、一層驚かざるを得ない。 アメリカにおいてはなおさらのことである。近頃アメリカの代表的詩人として名高きホイットマンのごときアングルス種でもなければサクソン種でもない。大戦争前にドイツの語彙学者らが揃いも揃って政治的人類学という雑誌を編纂してフランス人ゴビノーという曲学者より聞いたドイツ民族優勢説を担ぎ出し 世界に最も優秀なる民族はゲルマン人種であると力説し、一歩を進めてゲルマン人のほかにこれに匹敵する民族なしと断言し、さらになお一歩を進めてたまたまゲルマン人にやや匹敵し得るものありとすれば、その血脈中には必ずゲルマン人の血が幾分か混じっていると主張した。今日でもこの説が幾分か残っている。現に今春。 イタリー首相ムッソリニーはドイツ種だと発表したものがある。その論拠は薄弱だと思うが、おそらく彼の筆法をもってすれば、老子もドイツ人なり、なんとなれば彼の頭髪は少しく赤みを帯びていたといい、しかして彼は西に行ったからと言うであろう。ドイツ人のことは別とし、大和民族の優勢を論ずる者はのぼせぬよう。 冷静なる学術上の研究に土台を据えてかからねば、いたずらに国の古きを誇ると同じように、威張った甲いなく、いな、威張って帰って恥をかく結果となるもはかりがたい。我が輩、近頃古事記を再三読み返してみて、疑いを抱くことは、日本古代の文化は、どれほど純粋の山と民族の頭から出たものか、 奈良町の美術を誇るものは、その作者がいかなる点まで大和民族であったかということである。なるほどその後の天平時代になっては、この点に関し、よほど確実なる証拠も出るそうだが、それは天平以前の作物にして誇るものは、我が祖先の作物でないということを含むのではあるまいか。一体祖先とは誰を言うのか。太古より中古に至るまで、 朝鮮人だのシナ人だのが日本に到着し帰化したものが何万人か何十万人かある。彼らは特にその部落を作ったこともあるが、一般人民と混じって住み、ちょうどアングル人、サクソン人、その他ピクト人、ブリトン人らが今日イギリスと称する島に共に住してだんだん血も混じり、今では彼らは 一種確定せる特別な民族たることを誇るによしなく、かえってよく他の長所を吸収する包容力あることを自慢せると同じである。誇りとすべきことは必ずしも人種の純粋なる点ではない。また国家の勃興し流星となるは人種や地の単一なるによるとも思われぬ。欧州の諸国を見渡しても、いかなる国でも、 人種的に統一された純粋なところは一つもない。ゆえに我々の系図の中に、朝鮮人やシナ人の入っているのを、むしろ誇りとする時代が来るであろう。しかして極東民族の間に、親密を保つ情愛も、今日より一層深くなるべき理由も、新たに発見されるであろう。いずれにしても事実に基づいた説でないものを、 あたかも学説であるがごとく、政略的に持ちることは、方便としても長く続くものでなく、また我々が両親に帰り見て、心よしとすることでもない。1928年10月29日、東西愛触れて。以上、民族優生説の危険、ニトベイナゾウ。 でした。ありがとうございました。